ピアノ三重奏曲第2番編補調調作品 100D929 はフランツ・シューベルトが作曲したピアノ三重奏曲。シューベルトらしい歌心にあふれ、また曲調や調整が途中で大胆に変化する点は第1番とは異質でありドラマチックとさえ言える曲。さらに時折漂う赤稜感は晩年のシューベルトならではの深淵を垣間見せる。 全四楽章の構成で演奏時間は約45分。第2番は1827年11月の作曲とされ、歌曲集、冬の旅や後期三大ピアノソナタといわれる第19番、第20番、第21番が生み出された時期でもあるが、シューベルトの健康は優れなかった。しかし、頭痛とめまいに悩まされながらも、驚くべき余力で創作を進め、 晩年の傑作群に加えていった。本作品は、シューベルトの生前からすでに有名で少なくとも2回は、ウィーン・ラク・ユー・協会のホールで演奏されている。1度目は1827年12月26日、2度目は翌1828年3月26日。どちらも大変に好評で、シューベルト自身も、友人のヒュッテン・ブレンラーやライプツィヒの出版社へ、 送った手紙の中で、とりわけ聴衆に喝采された、この曲のことを自慢している。また、校舎の演奏会では、一よにして320フローリンを稼ぎ、大成功したと言われる。1828年の秋、ライプツヒのプロオプスト社から作品100として出版される。シューベルトの存命中に、オーストリア国外から出版された、唯一の曲であった。 ただし、おそらく、シューベルト自身の手により、修学賞に大幅なカットが加えられており、現在のペータースなどの楽譜にも踏襲されている。自筆譜による原点版は、ベーレンライターから出版されている。ハウトサーマ、ネビンソマ、力強く重厚なユニゾン主題で始まり、囁くようなピアノの第二主題が対比される。ピアノの歩みの上に、 シェロによるロマンティックな主題が重なり、バイオリンも加わって歌い交わす優美な楽勝。この主題は、シューベルトが1827年に、ウィーンで耳にした、太陽は沈みというスウェーデンの民謡に基づいて書かれている。カノンの手法を使ったスケルツォ、トリオは変異蝶々。晩年のシューベルトについて、よく形容される、天国的な長さの典型のような楽勝。後半では、 これまでの楽章の主題も改装される。原点版では出版時にカットされた展開部の98小説を含め846小説にも及ぶ。第2楽章の主題は映画バリー・リンドンのラブシーンに使われエロスとタナトスとを同時に感じさせる名戦曲となっている。同じく第2楽章は映画メカニックにも主人公の殺し屋が LP レコードをかけて聴く場面があり、それはさらにラストにも登場する。A.B. シューベルトピアノトリオ第2番4楽章。ありがとうございます。